うまい。というわけで成人の日2日目日曜日、中日になりますね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。朝から仕事してたんですが、思っていた以上に早めに終えることができたので、これからなかなか作業ができてなかった JB64 ジムニーでの車中泊で使用するベッドマット作成しようかと思います。ようやく材料揃いました。でおさらいで材料紹介しておくと、まずこの黒い板ですね。でこれがまあベースになる板なんですが、長さが1メーター5センチ、1050ミリになります。で幅ですが、40センチ、40ミリに設定しました。多分ね、このサイズでちょうどいいぐらいになるかと思います。で、これが、銀のロールマットですね。まあ、よくキャンプとかで使用する安物のシートです。と、このレジャーシートを、このシートを板と貼る、これが両面テープ。で、これカーペット用の両面テープになって、そんなにね、強力な両面テープじゃないんですが、今回これを使用します。と、あとこれが合皮ですね。最後のあの仕上げ材になります。一番表面に貼るのがこの合皮になります。と、あとこの合皮を板に留めるタッカー。まあ、ホッチキスみたいなもんですね。とりあえずこれだけ今回用意しました。あと、まあ、カットするためのカッターだとか、ハサミなんかちょっと別途必要になるかと思います。それでは作業を始めていきましょう。その前にまず燃料補給もうちょっとしておきます。うまい。まずはロールマットを板の大きさに合わせてカットしました。で板の大きさより上下左右ともに5ミリほど余白大きめにしています。実際に重ね合わせてみるとこんな感じですね。5ミリほど余白持たせています。こっちも。あと、こっちとあと向こう側も同じように、マットの方を5ミリほど大きくしています。ロールマットを板に貼り付けするために、カーペット用の両面テープ貼り付けました。でこのあたりはね、結構適当でいいかな。ロールマットの貼り付け完了しました。もう貼るだけなので超簡単です。で裏側は、こんな感じで5ミリほど余白残して貼り付けしています。最後仕上げにこの合皮を板に貼り付けしていきます。で発送時にかなり小さく折りたたまれていたせいで、折りじわは結構ね、ひどかったんですが、さっき一旦持って帰って、軽くアイロン裏側から当ててきました。でちょっとマシにはなったんだけど、でもやっぱりまだだいぶ目立ちますね。でこの折りじわですが、使ってるうちにマシになってくるので、もう気にせず使っていきます。キャンピングカーの中が狭いので、タッカーでの作業は外でやります。で、大体今、こう板に合わせて、で、この合皮の余白部分、均等になるように今合わせました。で、これから、このタッカー使って止めていきます。まずは一気目ということで、一発だけちょっと打ち込みました。とりあえず上下は止まりました。まあ素人仕事なのでこんなもんでしょう。表側はこんな感じです。まあまあ引っ張りながら作業やったんで、だいぶシワは減りましたね。じゃああとサイド止めていきます。サイド面もしっかりタッカーで止めました。まあまあ仕上がり綺麗になったんじゃないかな。ベッドマット完成しました。なかなか仕上がりいい感じじゃないでしょうか。気になっていた折り地はもう結構ね、ピンと張って、止めたことで、そんなにね、気にならなくなりました。これぐらい残ってても、まあ、あとはもう自然に、折りじゃなくなるかと思います。じゃあ、早速ジムニーに設置してみましょう。
助手席への設置方法ですが、リアのヘッドレストを2つこんな感じで並べてあれば、ちょうどね、高さ的にここの段差、埋めれそうな感じですね。で、仕上がったこのボードを、ここに乗せて、で、ちょっと位置合わせしてみます。やっぱり長さを1メーター5センチ、1050ミリにして正解でしたね。ちょうどね、ここの空きがいいぐらいになった。で、1メーター10センチに最初してたら、もうキツキツいっぱいだったんで、多分ね、この辺りが傷だらけになったかと思うんですけど、うん、長さは1メーター5センチにして正解でした。で、こっちの段差ですが、お、バッチリだな。もう、ほぼ、つらいち。リア側から見るとこんな感じです。おー、いいんじゃないですか、これ。なかなかいい感じの仕上がりだと思います。じゃあ、早速、横になってみようかな。やばい。これはめっちゃいいかもしんない。かなりね、フラット感がいい。段差がもうほとんどないですね。で、ちょうど、お尻の部分、腰の部分が少しだけね、下がったような感じになるので、寝た時にね、そこの感じがかなりいい感じです。これは大成功です。ジムニーでの車中泊で使用する、モンベルのコンフォートパッド、150なんですが、実際に引き詰めてみました。あと枕もね、膨らまして設定してみました。じゃあ、実際に横になってみます。これはやばいわ。気持ちよすぎる。本当にね、フラット感がすごい。いやー、これは作ってよかった。っていうか、もう既製品買う必要ないですね。もうこれで、この材料で作るので、もう十分大満足です。わあ、これは超気持ちいい。もう熟睡間違いなしです。ジムニーでの車中泊用のベッドマット完成しました。なかなかいい出来栄えです。寝心地もね、かなり良かったので、大成功でした。というわけで、いただきましょう。宝の焼酎ハイボールのシークワーサー、いただきます。あ、うまい。今日この2つの荷物が届いたんですが、ちょっともう今日は開封せずに次回にしたいと思います。というわけで本日の動画以上となります。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた。